リー、お前の好きなようにはさせない。世界が大きな幸せに紡がれていく。僕の奏でる調べが世界を一つに結ぶんだ。生物も大地も新たなる深海と向かう。人は不完全であるがゆえに増えすぎたり、いさかいあったりする。人は修正されなくてはいけないんだ。まだわからないのかい？人はもっと心を寄せ合いたいと望んでいる。これ以上の幸せがあるのかい？生まれ出るまでに僕は多くのことを学んだ。すべてが一つになって新たなる未来が開く。これこそが人の理想なのさ。理想なんざクソくらいだ。確かに俺はバカだったよ。お前の姿にずっと騙されてた。お前がこんなにバカだと思ってなかったぜ。どういうこと？自分の思いを失ったら、寄せ合う心がなかったら、もう人じゃないってことがまだわからないのかよ。お前は人の姿をしてるだけの化け物だ。心をおもちゃにする化け物になんぞ、人の良さは絶対にわかりこない。愚かだね、エヴァ。僕と戦おうというんだね。究極生命である僕に勝てるわけないじゃない。俺はお前と決着をつけることに決めたんだよ。やってみなきゃわからない。これが俺が俺である証なんだ。なぜ僕のことわかってくれない、エヴァ。君は僕の世界には必要ない。消えちゃえ。ざっとこんなもんだろ。負けた。究極の生命である僕が、なんでこんな馬鹿げたことが起きたんだ。僕は進化の究極じゃないというの？そんなことはない。安息の世界、絶対の真理は存在する。まだ分かってないのかよ。究極だとか完全な存在なんてありゃしないんだ。みんなお前の独りよがりだ。なぜ君は僕を拒絶するんだ。
人の願う安息を与えようとしたのに、なぜ身勝手をするの？なんで戦いを挑むの？いつまで勝手に決めつけてるんだ！戦いをなくすために相手の心を消すのなら、相手の存在を消したのと同じことじゃないか！自分の持つ言葉で、自分自身の心で語り合うことができない世界なんか、誰も望んじゃいない！君と僕、一体どちらが正しいんだろう。きっと勝った君の方が正しいんだろうね。違う！何言ってやがるんだ。俺だけが正しいなんてことじゃない。分かり合おうとしないのはお前じゃないか。だいたいみんな自分の心をなくしまって、全てがたった一つになっちまったら。寂しいじゃないか。ああ、そうだったのか。僕は寂しかったんだ。そっか、初めて自分が分かったみたいだよ。僕は生まれた時に何かを忘れてきたんだ。与えられた夢だけを追わされ続けていた。この世界は僕には不似合いだったんだ。さよなら、エヴァン。君との話は楽しかったよ。おい、諦めるな！こうやってお前は今俺と話し合うことができるじゃないか。自分の心に気づいたんなら、お前は俺たちと一緒だ。分かり合うことができるはずだ。僕は君たちと分かり合うことなんて無理さ。人のように僕は作られていない。このバカ、なぜ生きようとしないんだ。俺がお前を分かってやる。君は優しいんだね。人はお互いの心の響きで、この世界に美しい旋律を満たさなくちゃいけない。それこそが君が勝ち取った君たちの望む未来なのだから。よかったのさ、これで。やっと僕は人の夢から、運命から解放されるんだから。おい、管理！自分の夢が見てみたかった。
夢か。ほら、寝ぼけてんじゃねえぞ。しっかりしろ、このクソガキ。いい加減にクソガキって呼ぶのはやめろよ。ってな。まったくお気楽だな、お前は。もう少しやったぞという達成感はないのか？おや、さっきまではあんなにハラハラしてた割に、随分な言い方だな、ルティナ。何よ、心配して当たり前じゃないか。私たちのリーダーなんだから。エヴァン、エヴァン、エヴァン、ね、それやってもいい？ね、ね、ね、ね。あ？ああ、で、何を？じゃあ、行くよ。やったやったー、えへん。皆元に戻った。悪しき力は消え去り、この町も平穏になった。精霊の力を御する者が消え去ったせいか、風の香りにも生気が満ちてきたようだ。まさに心地よい息吹だ。心が踊る。本当に終わったんだね。よかった。世界が僕たちの元に帰ってきたんだ。どうだい？私たちノーチスの人間だってなかなか捨てたもんじゃなかったろう。でもね、あんまり見習わない方がいいわよ。エヴァンみたいな無鉄砲な小僧が増えたら困っちゃうもんね。おい、運じゃないだろう、そこは。でもエヴァンがいたからこうなったんだ。無鉄砲で頭が悪くても、それはそれで大切なのかも。ルーティナまで真剣な顔して何言ってんだ。ああ、そうかよ。どうせ頭は悪いっすよ。しかし、この事件は一体何だったんだろうな。精霊暴走から遺跡の探索、究極生命やらの出現、俺には何が何だかさっぱりわからん。古代の人々の目指したもの、すなわち人の進化、世界の協調、そして統一化、全てが我らの未来への警告とも思えるな。そんなんじゃないさ。古代の人はきっと理屈ばっかり考えて、相手を誰も信じられなくなってたんだよ。世界を一つにしてお互いを分かろうとしたけど、クァンリーさえ一人ぼっちだった。ただみんな寂しかっただけなのさ。そうよそうよ、一人になっちゃったらせっかく美味しいものが見つかっても誰にも教えてあげられないじゃない。ねえねえ、みんなで美味しいもの食べに行こうよ。ここのお魚ってすっごく好きなんだ。お魚、お魚、お魚、お魚。あの世界は心を安らかにはしてくれたけど、嫌な虚しさばかりが募るところ、あんな寂しさを感じたことはなかったわ。
ありがとう、エヴァン。エスカーレを、そして私もあなたが救ってくれたのね。よせよ。俺はクアンリーが我慢ならなかっただけさ。勝手に押し付けられるってのはどうもね。ディーネが言ったんだぜ。物事をよく見て、よく考えろって。結局俺なりのことしかできなかったけどな。究極の存在が世界を管理して永遠の平和を築く。確かに全て一つになればできるけど、恐ろしい話よね。それは？奴の心のかけらかな。奴ってクアンリー？ただクアンリーは本気で考えてた。どっかで歯車が狂っちまっただけかもしれないな。いつの日か私たちも古代の人が考えたようにクアンリーのような存在を必要と思う時が来るのかしら。心を消されるなんて嫌な経験は二度としたくないけどね。難しい話はやめにしようぜ。俺たちはこの道を選んだんだ。好きなようにやっていくしかないのさ。エヴァン、コンサートを開いてくれるってさ、俺たちのためにだってよ。早く来なよ、エヴァン。俺は幸せもんだよ。ああいう奴らがいるからだな。ああ、今すぐ行くぜ。まだ分かってないのね。あなたがああいう奴らにしちゃったのに。まったく。